総理、まあ、もしご存知でしたらでいいんですが、選手強化費用ってどのぐらいかご存知ですか、このオリンピックに関して今年度予算で。ご存知なければもうそれで結構です。遠藤オリンピック担当大臣。今年70数億だったと思っております。委員長、まあ、パラリンピックの10億分含めてそうなんですよ。オリンピックに関して言えば60億なんです。総理が白紙撤回したことで全く無駄になった支出ですよ。デザイン設計監修業務からこれ誰が払うんですか、この60億。オリンピック選手の強化費とほぼ同額ですよ。何のためのオリンピックで、誰のためのオリンピックで、そういうこと本当に問われてると思いますよ。ちょっと駆け足で数字見ていただきたいと思いますが、仮に今回の2500億絞って、まあ、1000億台にするとかいろんなこと報道では言われてますけれども、それでも過去5回分のオリンピックの競技場費用見てください。これ300億から500億、ちょっと時間ないんで急ぎますが、昨日民主党内では建築家の森山先生お呼びしていろいろお話をお聞きしましたよ。世界では競技場は改築せずに改修して見事に生まれ変わらせているという例も多々あるんだそうですね。東京オリンピックだってまさにコンパクトでエコなオリンピックを主張されてたんでしょ。これから人口減少高齢化に対してきちんとメッセージを発するということもあったんじゃないですか。こういうまさにこれから公共施設の老朽化、そしてそれに伴う改修の需要だって莫大ですよ。一つのモデルケースにすべきだったと思う。でそういうことも含めて真摯な検討をしたとはとても思えない。この問題を政治利用していることは明らかだ。で総理はかっこよくおっしゃいますよ。この競技場問題については国民の声を聞いた、アスリートの声を聞いた。辺野古移設も1ヶ月停止するんですか。しかし考えは変えないと。政府高官は絶好のタイミングだろうとつぶやいたと言われています。この手の問題では国民の声を聞いたと言って盛んに政治的なアピールをする一方で、肝心の安保法制については全く耳を貸さない、国民の声を顧みない。この安保法制こそこれだけ不安高まってる、審議すればするほど疑念は高まってる、反対は強くなってる。白紙撤回すべきじゃありませんか。安保法案こそせめて、私は再三申し上げますが、消費税の増税を延期することで総理は国民の信を問うたんですよ。これだけの安保政策の大転換で国民が自己決定すべきじゃないですか。これこそこの安保法制白紙撤回するか解散するか国民の信を問うか、総理にそれを求めたいと思います。安倍内閣総理大臣。国立競技場についてですね、政治利用しているのは委員の方じゃないですか。我々はあえてあまり言っていませんけどね。ではなぜ国立競技場をですね、今までの国立競技場を壊して新しいものを作る、そういう案を決めたんですか。民主党政権時代に、民主党政権時代に決めて、それをまさにコンペを行ってですね、国際コンペを行って決めたじゃないですか。そしてそれを IOC に対しても主張したんですよ。 WTO 上の課題も出てきたわけですね、その中において。そして IOC との関係も出てきたわけですよ。その中で皆さんはザハーンをこれは決められて、しかしその時1300億ということで決められたんでしょうけども、まあ、その後、膨らんでいった。我々はそれをですね、受け継いで IOC との関係もありますから、そう簡単にそれを直ちに撤回というわけにはいけませんよ。その方向でこれは進めていくしかないじゃないですか。しかしその中でどんどんとですね、これは公費が膨らんでくる設計だということが分かりましたから、最終的にああいう決断をしたところでございます。ただ間に合うかどうかが分かるまではですね、表に出すこともできませんし、それを多くの人たちにそれを伝えるわけにもいかなかったんですよ。でもちろん間に合わないかもしれないのに、いきなりですね、私が白紙撤回するという、そんな無責任なことはしませんよ。当たり前じゃありませんか。それはしっかりと間に合うかどうかということを確かめながら、最終的にその確信が得られたから、まあ、17日にそれを申し上げたわけでございます。そしてまた、この問題とですね、この問題と安保法案の問題は全く別の問題であってですね、私たちは国民のまさに命と
幸せな暮らしを守り抜いていく、その使命があるわけでありまして、必要な自衛のための組織とは何かを考え抜いた結果ですね、いわば40年以上前の解釈は一部変更して、必要なための自衛の措置の中に、今回、私たちが解釈を変更したものもですね、集団的自衛権の行使の一部を容認すること、これはまさに国の存立、国民の命が関わるということについてのみだけ行使をするということは、十分にその範囲の中に入っている、この確信の中で今回、法改正を行っているわけでございますし、そうした法改正を行っていくことは、先の総選挙においても我々はお約束をしているわけでございます。選挙を経た上においてですね、我々今回法案の審議をご審議をお願いをしているということでございます。じゃあ、私どもとしてはデザインまでは当然そうでありますが、それも含めて国民は見透かしてますよ総理。そのことを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。